もう長い道のりでした。もうこのチャンネルを始めたのはですね、もう結構だいぶ前、4、5年前かもしれないんですね。やっと1000人に到着できました。ああ、本当にね、このつたないチャンネルに登録してくださった方々に本当に心から感謝、感謝、感謝です。 えー、でこのチャンネルをあのご存知なくたまたまこの変な動画を見ている <laughs> 視聴者には簡単に説明すると、えー、僕はヨーロッパ出身の玩具野郎でこのチャンネルの特徴は、えーまあ、僕、好きな、えー、玩具を取り上げてでそれを、えーまあ、簡単なレビュー動画をやりますがそれは日本語と外国語。 同じ言語を基本的に2つの言語でレビューします。まあ、つたない、本当つたないレビューなんですよ。だけど、まあ、特徴としては2か国語でやってるので、まあ、結構倍ぐらいの労働力は、まあ、かかったりどうしてもします。だから結構ね、継続するには私はしんどかったんですけれども、でもなんとかね、なんとか、本当に、まあ、頑張ればなんとかなります。僕みたいな、本当に腕のが4流5流の。 でで、えー、でも、えー、できちゃううとといこなんですね、はいでえー、僕の趣味、僕いつも大体取り上げている玩具は、まあ、この帝国デストロンの <laughs> チャンネルの名前の通り、えー、まずね、デストロン軍なんですね。僕、トランスフォーマーが、えー、大好き野郎なんだけれども、特にはですね、その中には、まあ、デストロン軍が好きなんですよ。えー、であの、デストロン軍の も僕でいつも見せてる、あの、玩具は、もちろん、宝富の正規品。例えばね、このロードザラクねあ。これは、もう、まあ、傑作やわ。ロードザラクなどと、いわゆる非正規、何々っぽいやつ。これはちなみに非正規のやつなんだよね。もう、ジャーガーの、えー、USB、えー、メモリがついてたジャーガーだと思いますけど、僕、USB なしを中古,中古で買ったんですけどね。 で非正規のやつは、例えばね、これは本当にもう大昔の商品なんですけど、昔の確かにパーフェクトエフェクトというメーカーだったと思うんですけど、出したリフレクターやな。このすごいちっこいちっこい。でも、遊ぶのはちょうどいいな。<laughs> リフレクターね。と、えー、ファンスプロジェクト。まあ、懐かしいな。出、ま、した昔のワイヤードウルフとかね。 これ、いろいろ正規と非正規両方ともコレクトしております。えー、と、えー、あとはですね、どこからいこうかな。まあ、まずですね、もうトランスフォーマーの話もしているので、後ろにはこれですね、まあ、ダイヤクロンのズボ沼野郎でも、えー、あります。だからこれ結構ね、ダイヤクロンの消費の えーまあ、レビューしたりなどはしてます。最近はやってませんけれども、ダイヤクロンも好きですね。まあ、最近ね、出た、もうちょっとミリタリー色、濃いやつだとうーん、ちょっと1点、2点ぐらい予約したんだけど、でも僕的にはああいうカラーリングは、まあ、ちょっとどうかなということなんで、まあ、あれば買うかどうか微妙で。あとはね、ジオニストでもあります。だからね、 ヒカルのゴッグから、ゴッグですね。<laughs> 違うそ,そんなアニメない、えー。これモビルスーツインアクション、懐かしすぎですよ。ちなみにモビルスーツインアクション、僕の友達がね、必死にアッガイ探してます。モビルスーツインアクションか、えー、ロボット魂の、えー、アッガイも、もう行方不明だそうなんです。と、 まあ、僕の一番好きなキャラクターと言ってもいいぐらい、えー、新松永の、えー、ザ・コヘッドですね,ねジオニストというよりはまあどっちかというとザビストですねだから写真用のものをほとんど持ってませんじゃあ持ってません <laughs> 持ってるのは誰どうしても、えー、好きなんで指南所ぐらいなんですね、まあ、あれシャークとは関係ない直接と あとですね、まあなんといっても俺はガング野郎に、まあこれは、あの、オタファさんとは全く同じ、えー、あの、きっかけなんですけれども、尻尾取れた。<laughs> なったのは、まあこの超合金魂なんですね。これはね、当時僕は買った GX01、マジンガー Z、正金の記念第1号、超合金魂ね。 これも、えー、レビューなどはしてます、たまに紹介はしてます、その全部は持ってるわけじゃないんでね、僕、結構貧乏な玩具レビューなんでね、もう本当、すべての彫金など叩き込んで買えるものだけはあの買います、あとはどうしても手が出ないもの、残念ながら多々あるんですけど、まあ、皆さん、無理なさらないように、えー、自分の趣味を進めることが一番なんですね。あとね僕のの趣味の中では ホクトロゲンと言ったらね、まあ、僕、ジャギさんも大好きなんですよ。これ、この前、レビューした。えーっと、これ、どこやったかな。えー、マフェックスのやつかな。えー、アクションスカルプ、あの、彫刻アクションシリーズのやつだったんだね。これ、すごく本当によくできてます。もちろん、ヘルメット取れます。おい、お前、俺のないってるよ。もう、ジャギさんも素晴らしいですね。はい。 で僕好きなのはジャギとアミバだけなんで、えーまあそのでジャギとアミバ関係のレビューをまたどっかでやると思います。と,、えーっとですね、あとね、多くの日本の方なかなか理解してもらえないんですけどこれこれねどういう、誰こいつ何この黄,金のバ黄金バットモドキこれはアメリカですごく有名なマスト・オブ・ジ・ユニバースというシリーズね、えー、から撮った 結構マニアックなキャラクター、スケアグローなんですけれども、マストオブジーユニバー,ースのレビューも、えー、あったりします。これ紹介すると、えー、結構登録者減ったりしますけれども、まあ趣味でこのチャンネルやってますから、はい。まだいずれ紹介はしたいと思います。だいたいこれ紹介するときはね、日本語の動画の視聴回数が20回とか25回ですね。まあ、日本では知ってる方はどうしても少ないから、さゃあないな。 と上に映ってない <laughs> うわゃャ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 ゃじゃ,じゃ,じゃ,じゃーん。えー、スター・ウォーズから2頭身のね、えー、ボスクというキャラクターなんですね僕スター・ウォーズ昔熱狂的なファンだったんで昔結構ある程度動画は撮ってたんですけど、まあ、ディズニーに変われてからね熱がすっかり冷めちゃったんでまあまあさ将来的にまだねスター・ウォーズは僕 ちなみに、爬虫類が大好きなんで、だからどうしてもね、ボスケというキャラクター好きなんですが、まあ、まだ将来的にレビューするかもしれませんということなんですね。はい、で、えー、このチャンネルは1000人、やっと行ったことによって、えー、皆さんご存知の通り、YouTube1000 人行くと、 今までできなかったこといろいろできるようになります。まあ、ライブいつかやりたいといっても、1000人のライブ登録者、4人しかいないチャンネルのライブやってもね、本当、観光通りが泣きそうなんで、まあ、どうしようかなっていう感じなんですけれども、えー、っとですね、広告は、まあ千いく、1000人行ったので、まあ、付けられますが、まあ、これから、まあ、多少だけは付けると思います。えー、チャンネルの、まあ、動画レビューの始まりと終わり、あと、もしかしたら真ん中に1回ぐらい、 程度なんですよそんなバン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 つけるということはませえへんけどねだいたいガングレビューは日本国内のガングレビュアはみんなそこら辺がねわきまえてるとかね品がいいんですよねもう海外もそうなんだよね意味不明な,なんか脇のわからん政治のデマネータまき散らしてる連中らの方がうえー、すっごいボンと CM もう挟みまくってるんだけどだいたいガングレビューはがね本当に品がいいですわ うんで、そうそうそう最後にね、えー、ちょっと報告したかったんですけれども、海外の、えー、ガングストア、えー、このショーゼットストア、昔ね、紹介したことあるんですけれども、ここと、えー、パートナーシップを、まあ、緩いパートナーシップを結ぶことにいたしました、えー、どういうことかといったら、簡単に説明します。えー、要するに えー、送ってもらった、この小ゼットストアで購入して送ってもらった言語をレビューすると、えー、日本の、えー、消費税の軽減税率以下の割引率がちょっとだけもらえます。程度です。ということは、本当に、まあ、 えー、あるかないかよく分からないけれども、も、まあ、だけど、僕、本当にもう,もうお金がどうしてもいつも足りないので、まあ、ちょっとだけでもありがたいし、今、本当に円安、まあ、円安、一概に悪いというわけではないけれども、海外の店で玩具買うと、ほんまに今、痛いんで、まあ、ちょっとだけ割引もらえると、あ嬉しいのは嬉しいんですけど、い,い,いかんせん、一桁の割引率なので。ということは、 全然僕の評価、僕割と結構評価厳しくする時も結構あるんで、あの、あの今まで通りでね、評価甘くなることはまずない。ちなみにですね、まあ、ショーゼットストア一回、昔紹介したことあるんだけど、このチャンネル始めた時に、ショーゼットストアとロボットキンドン、ロボットイベース、まあ一番メジャーな大陸の、えー、まあ特にアジアにおける、えー、玩具販売店なんですけれども、 えーまあ、もう一回、この小ゼットストアもいずれん、まあ、日本のユーザー向けには紹介はすると思います。これね、見ると面白いんですよ。大きな声で言いませんけど、見てて面白くて、これ、あこういう玩具があるんだって見て、あとは好きなところで買ったらいいんですよ。カタローグだと思ったら面白いいろんなもの載ってますうん。だからですね、まあ、このファントイスとか、 えー、いろいろこのファントイスのトランスフォーム、まあ、ここは割とリーズナブルなんですねファントイス高いから、えー、で予約はそんなにね前金そんなにいらないというその利点なんですけれどもここはで、えー、最近はねガンダムイットという、えー、同じショッ Z ストアの中からいける、えー、あれできたんですけれどもこれは非正規のメタルビルと とあと、この猛暑が、これ、例えばね、完全に大陸で展開されてる、えー、こ,れこ,れこれ、これ、これ、武田あの信玄とかね、昔の部署とかイメージしたあのロボ、これはあれですわ、えイ、ー、ハッピーすでに過去に紹介しております。でなどなど、こういうものは、えーまあ、購入することは、まあ、できます。まあ、むしろ日本国内アマゾンを見れば てると,ところもありますけれども、ここ海外ですごく有名な店で送料はタダ、世界中タダです送料は。だからこれもちょっともしかすると初回将来的にちょっとだけ使い方何があるのかちょっとだけ紹介するかもしれませんけれども、まあでもいかんせんね、僕は紹介する大体を玩具の8割は Amazon で買ってます。 えーアマゾンジャパンが6割で2割がアマゾン USA なんでね。まあで、残りの2割程度はこの s o トストアなので、まあそういう時は、えー、こっちの玩具紹介する時は、毎度トケコで帝国でストロンですの。この動画は s o トストアの提供ではお送りいたしますって、でまあさんだりするけれども、それだけのことですね。はい。えー、と、最後に。 何言いましょうかね。まあ何言いましょうというか、もう感謝ほんましかないんですよ。それにつきます。えー、皆さん本当にありがとうございました。よかったらまた、えー、僕のチャンネルを何卒、何とぞ、何とぞよろしくお願いいたします。はい。帝国レストランでした。じゃあまた見てね。